見れていますでしょうか。こんばんは。こんばんは。映像来ました。iPhone からなので、もしかしたら iPhone の人が見れないかもしれないです。音聞こえてますでしょうか。バッチリ。ありがとうございます。うしろシティの話シティー。こんばんは。うしろシティ金子です。うしろシティが365日お送りしております。ユーストリーム。今日はですね、7月の4日、木曜日の放送です。今日は木曜日なので、一人で放送します。今、ライブから帰ってきてです。音 OK。OK。今日はですね、今日というか昨日か、昨日、ユーストリームの終わりが、なんかちょっとバタバタですいません、あの後、見ていただいた方もいらっしゃるみたいなんですが、ゼロテレビの岡村さんの、めちゃ夜に、岡村さんの、ナイナイ岡村さんの誕生日会、スペシャルに、呼んでいただいて、おいで、行ってきました、急に。お台場まで。行ったら、バチバチメンバー、プリマ旦那が大阪で、なんか打ち合わせかなんか、お仕事があって、プリマが来れなかったんですけど、あとは、カーニバルも来てたり、ほぼ全員集合、タメ口、以外、みんな来てました。すごい急でびっくりしたんですけど、行ったらね、なんか岡村さんに会うのも初めてだし、スタジオじゃないからむっちゃ狭いところでやってるんですよ。あれ本当いつも僕らがユーストやってる調光室みたいなとこでやってて、だからむっちゃなんだろう、狭いところだったからすごい楽しかったんですけど、終わってからも岡村さんといっぱい喋ってもらったりですね、して、すごい楽しかったんですけど、ただデニスがもう強烈な登場の仕方をしたので、完全に食われましたけど、それがちょっと心残りです。で、あの後、放送見ていただいた方はわかると思うんですけど、みんなそれぞれ場所からお台場まで向かって、で、タメ口だけ放送時間内にたどり着けずに、放送終わって30分ぐらいしてから来て、一応メンバーでは合流して、ちょっと喋って終わりって感じでした。カーニバルの名前を聞くと嬉しい。うん。悲しい。悲しいか。悲しい。あ、でも昨日は久しぶりに会ったんで、すごいなんか楽しかったですけどね。カーニバルも元気で。福徳さんとかとなんか飲んでたところを電話かかってきて急にやってきたっていう。あ、ゼロテレビは見れないところもあるのか。あ、見れないところもあるのかな。タメ口どうなったんですか。タメ口はね、そう、放送に間に合わなくて、で、なんかタクシーの運転手さんが場所間違えたっつって、これで終わってからバチバチのメンバーみんなで喋ってるとこに現れるみたいな感じでした。人間ポンプ、そうむっちゃ何回も見てるけど、やっぱり松下の人間ポンプはすごいですよね。ゆきおちゃんが持ってきた DVD を見てお知らせして二人のリアクション。あ、ゆきおちゃんが AV を岡村さんの誕生日プレゼントを持ってってって。僕らは自分たちの DVD を発売日だったので持ってったんですが。
バルタン星人とバナナ本当にあげた。あ、はい。もらってくれました。結局、放送終わってからちゃんともらってくれて。うん。あ、ゼロテレビはネットだから全国大丈夫っぽいっすね。僕もちょっと見方はわかんないんですけど、ちょっと見れるっぽいんですよ。ベイビーギャングもいました。ベイビーギャングもシーフリも二組ともいて、なんかベイビーギャングとシリフリは湾岸、収録したのがフジテレビの本社だったんですけど、ちょっと離れたところにある湾岸スタジオっていうところに別の打ち合わせでいて、二組ともそれで来てましたね。うん。はい。で、ゼロテレビ終わって、朝方帰ってきまして、で、今日は、ポンが、あったので、結構、なんだろう、昨日からつながっちゃった感じの日だったんですけど、ポンは、D デートと、あと、八代優ちゃんに突撃行ってきました。八代優ちゃん結構、ちょこちょこ会うんですよ。いろんなところですれ違ったり、モノマネのね。あとは、梅小鉢の、松竹の梅小鉢の高田さんとかと、モノマネ、4姉妹だっけとかでもよく出てますけど、高田久美さんのね、モノマネ、やったりしてます。うん。あ、なんか見方、今書いてくれてる人がいます。多分、フジテレビオンデマンドか、YouTube に載ると思いますって。うん。ちょっと見てみてください、ぜひ。これ見れてるような人なら多分見れるんじゃないかな。これを見る力のある人は、多分探し出せると思うんですけど。うん。で、ポン、やって、で、今日は、ちゃんと、もう一個ちょっとあって、から、ライブでした。60ライブっていうですね、毎月やってる、オジニオズボーンさん、ムートン、ピーマンズスタンダード、僕ら、4組でやってる、60秒ぐらいのネタを、60分ぐらいやるライブっていうのを、今日やってきました。ん？YNN ってなんだ ?YNN? ちょっとわかんないですけど、なんかそういうので見れるみたいです。人間ポンプ。僕もね、その人間ポンプやる流れになったんですけど、ちょっとまずその前段階の飴が飲み込めないっていう状態でしたね。ピンチ、むっちゃピンチ。うん。すごいハードスケジュール。あ、まあでも、うん。ちょっと眠いですけどね。うん。うん。YNN は、吉本ネタネットワークの略です。あ、そういうのがあるんですね。あ、ポン見れなかった人、昨日言ってたギャグ、浅田さん やったんですか？多分やってないと思うんですけどね。僕もやってないですし、全然。最近はミキティに、前室、スタジオに行く前になんか、軽くみんなで打ち合わせしたり、ちょっと喋ったりする場所があるんですけど、最近お釜呼ばわりをされてて、ミキティが最近名前を呼んでくれなくなったっていう、お釜はさみたいな感じになってて、ちょっと今それを覆さなきゃいけないんですけど、これから、うん、あ、DVD 今日タワレコ取りに行きました。ありがとうございます。
そう、今日ライブ終わった後、いろんなお客さんから DVD 買いましたっていうのをいただいて、ああ、なんか、ものはね、なんかできて遠くじゃないですか、DVD。これ、こういう感じで出ますって言って。で、やっぱ買った人が持ってきてくれると、ああ、実際、売られてるんだなっていう感じがして嬉しいですね。メオン？目をたくさんこすると目元にシワができる。へえ、そうなんだ。俺むっちゃシワシワになりそう。むっちゃこするし。60ライブ、あ、来ていただいた方もありがとうございます。DVD どこにも売ってない。どこにも売ってない。あ、でもあれじゃないですか、その、地方の方とかだと多分、人気作品しか多分置いてなかったですんじゃないですか。注文しないとあれかもしれないです。DVD 届きました。あ、ありがとうございます。写真ね。写真なんかいろいろパターンあるみたいです。二人のやつとか、一人ずつのやつとか、あるみたいですよ、うん。発売イベントもあるんですよね。タワーレコードの渋谷店さんかな。で、やると思うので、来られる方はぜひ、そちらも、何やるか、ちょっとわかんないですけども。あ、ステッカーも入ってんのか。シール。そっか。うん。DVD さっきまで見てました。ありがとうございます。明日、梅田のタワレコ。梅田、大阪ね。大阪でも売ってんだもんね。すごいよね。はい。ぜひ、DVD いっぱい見てください。今日ね、せっかく引っ越し終わって、光ゴケのね、片山さんもすごい近所なんですよ。歩いて5、6分のところに住んでるんで、今日2人でやろうかと思ってたんですけど、片山さんちょっと用事あるらしくて、今日はちょっと来れなかったです。でも本当なんかすごい、近くで、いつ引っ越したんだっけ。本当、今月頭ぐらいに引っ越してきて、でももう、二回ぐらいなんか夜遊んだりしてて、まだ片山さん家には行ってないんですけど、ここも来たりしてたんで、今度、そのうち木曜日片山さんの予定があれば、ちょっと一緒にやろうかなと思ってます。うん。DVD。連続で3回見ました。ありがたいですけどね、ちょっと飽きそうだな。もう伝えはレンタルもされてる。そうなんだ。もう全然レンタルでもいいので見てもらえれば。うん。23日か。23日にイベントやるんですね。23日ってこと、今月23日ってことは、単独始まってからか。単独の初回終わってからなんですね。じゃあその頃には落ち着いているのか慌てているのか。知り合いが近くにいると安心。本当そうだね。でもね、なんか片山さんとプラプラ歩いてたんだけど、なんかおしゃれなお店がなんか周りあって、そういうところにちょっと入れずにいるんですけど、引っ越しの片付け済みましたか。まあ、ちょっとまあ全然なんですよね。またちょっと段ボールが増えたので、ちょっとまだ片付けないといけないんですけど、ちょっと時間がないので、どっか隙を見てバッとやらないと。うん、片山さん近所楽しいですよ。うん、あんまり今までね、近所に住んでた人っていたかな。前住んでた時に光受けの片山さんのやつ、一世くんもすごい近所にね、いたんですけど、そんぐらいかな。あとあんま近くに住んでた人いなかったな。あ、ありがとうございます。相沢さん探すネタめっちゃ面白かったです。ありがとうございます。少数派か、これは。
まだ見てないんですよね、DVD。僕、カフェと喫茶店もまだ見てないんですよね、そういえば。ネタ見てーなも見てないし。ジグザグのやつも見てないし。ちょっとなかなか見る時間がなくて、ちょっとどっかで見たいな。なんか金子さん眠そう。これはね、これは今日だけはちょっと言わせてもらう。ちょっと眠いですよ、今日は。ちょっとだけ眠いです。もう単独の準備は OK ですか？っていう感じです。まだです。全然です。まだです。昨日の夕刊フジに後ろシティの記事に載ってますね。あ、夕刊フジさん。新聞ですよね。はい、多分なんか取材していただいて。乗ってるようです。見てください。新聞だよね、夕刊フジって。そうだね。新聞です。はい。片山さんの回楽しみ。ありがとうございます。ちょっと。一人で結構増えるんじゃないですかね、片山さんが暇さえあれば。誘おうと思うので。持ち込みが一番好きかもしれない。わー、ありがとうございます。持ち込みは大変でしたからね、なんか。ネタうまくいくまで。難しかったんですよ。芽生えとか。まあ、またこれからライブでやるネタもあると思うんで。単独の時の段階のやつを見といてもらえたらと思います。ありがとうございます。皆さん気遣ってくれて、今日はたくさん寝れますか？はい。明日はお昼ぐらいからなので、結構寝れます。見ないとな。あ、子供がフェニックスにドハマり。フェニックスはタイトルどうなってんだ？ありがとうございます。夕刊フジは今日だったのか。今日。なんか他にも多分雑誌とかちょこちょこ出させてもらうので、ちょっとまた分かったらお知らせしますけど。今日ポンドはそうやってたみたいですね。変なやつ。やってたんだよ。気づかなかった。いつやってたんだろう。俺には分かるようにやっといた方がいいのにな。体が大切。あ、でも全然、なんか途中で、空きにちょっと昼寝したりしたんで大丈夫なんですけどね。選曲が素晴らしかった。選曲ってなんだ、何のやつだろう。メカ素晴らしかったら、彼女と別れたっていうネタですね。切ないけど好き。切ないかな。あ、麻生がポーズしたのはいつか。始まる前ってなんだよ。どこでやってたんだろう。あ、ジャンクションってこと？ジャンクションでやってたんですか、あいつ。そういうことかな。
気づかなかったな。気づかなかった。じゃあ僕だけやってない感じなんですね、今。ああ、しまったな。DVD の曲が良かった。あ、そうなんだ。もう見てないや。iPhone マガジンも見ていただいた方、 iPhone のことを書いてある本、やってたんだ。そう、偉いな、あいつ覚えてたんだ。本見たい。あ、そっか、見れない地域の人ね。お昼の情報番組なんで、来週ドローンのポーズ、そうですね、どっかで入れれるかな。前室とかならいくらでもやれるんだけどな、テレビに映すのはなかなか難しいな。フェニックスはヒーローってタイトル、ヒーローって言うネタですね。うん、タイトルが変わっててちょっとよくわかんないんだよね、一致しないんだよな。あ、iPhone じゃないのに iPhone マガジン買った人。わぁ。iPhone じゃないと iPhone マガジンはあんまり意味がないの？でもアプリとかが載ってるやつだったら、一緒じゃないのかな？スマートフォンだったら。うん。おなら？おなら今してないけどな。特典映像見てくれた方もねえ、ちょっと北海道行く機会があればさ、行ってみたいんですよね。お店も実際どうなってんのかちょっと見てみたいもんな。北海道でもなかなか行けないだろうな。僕北海道とか沖縄とか行ったことないんですよね。その海渡って行ったことあるの大島ぐらいだな。大島はね、一回なんか友達と旅行で行ったんですよ、あの船で。なんか船の大島から、あ、大島じゃない、お台場の近くの竹芝っていうとこから出てる船で行ったんですけど、昼間に高速フェリーみたいので行くと結構ピューって着くんですよ。でもあの夜出るやつに乗って、明け方着くみたいなやつに乗って行ったんですよ。その朝海の向こう、真っ暗なんですけど、海の向こう、なんか朝焼けみたいな、水平線だから、真っ赤になってて、で、そこに島のシルエットがボーンってあって、おお、こんな近くにいたのか、みたいな、あったのか、みたいな。北海道だから行きたいな。北海道の、しかも北の方なの。へぇー。じゃあ結構遠いのか。ん？ラブレターズ単独の宣伝動画。あ、撮った！ラブレターズのね、単独ライブが僕らの単独終わった後に、東京のグローブ座っていうところであるんですけど、そのなんか、ホームページみたいなのを作ったらしいんですけど、多分そこで見れるのかな。なんかライブの合間になんか撮った気がします。ラブレターズの単独の宣伝動画。ぜひ、見ていただいて、あの、日にちも被ってないことです。結構ラブレターズと単独ライブが被ることが多くて、あんまり公に宣伝できなかったんですけど、今回は、あの、ちゃんと被ってないので、皆さんぜひ、ラブレターズの単独ライブも行きましょう。行ける方は。行ける方で、行きたい方は。はい。それも多分、なんかで見れるんだろうな。
あ、珍味食いたい人はぜひ食ってください。最近ヒロちゃん見ないけど元気ですか？あ、この間ね、残りの荷物取りに行った時にね、一緒に運んでくれて、今の家とそんな離れ、10分かかんないぐらいなんですけど、だから、ヒロちゃん別に多分元気よ、元気ですよ。500ml の缶の炭酸飲んでましたから。あれ元気な人しか飲めないやつだから。あ、北海道毎年行く人もいるんだ。美味しいものいっぱい。美味しいものいっぱいだろうな。なんかあれ行きたいもんな、あの市場のあのご飯だけ持ってて、いろいろ買って海鮮丼みたいに作るやつとか。週刊誌立ち読み。週刊誌なんだろう。ユーストでも旅配信してほしい。あ、難しいよな。iPhone になっちゃうもんな。多分電池切れちゃうもんな。普通に旅のなんかロケやれたらいいですけどね。ああ、DVD 見た人いろいろ、どれが良かったとか、あれだったですね。チェンジとか、入れ替わるやつ。あれ本当、でもあの DVD に入ってる以降、多分あの長さでやってないと思うんだよな。ずっと短い、レッドカーペットとかでもやってましたけど、短いネタにしてる気がするな。ラブレターズお盆頃。あ、そうですね。本当、僕らが多分10日で終わりなんですけど、そのすぐ後ぐらいで、ラブレターズの単独。1日しかないんですよね。だから、日が合う人はぜひ行ってみてください。あ、熊本にも来てください。そうですね。行きたいですね。熊本。スザンヌさんのね、地元だったり。金子アナログボーイ。意外。そうです。結構ね、パソコンも持ってないし、なんかあんまりわかんないですけどね。でも、ユーストリーム放送する力がありますから。これは大丈夫。あ、週刊誌、週刊女性に今発売してるやつかな。ごめんなさい、全然今、なんか何出てるとかあんま把握してなくて。お、最近学校で、後ろ知ってないですが、流行ってる。へぇ。人事の、ネタはお互いを意識して演じてるんですか？いや、してはないですね。なんか別にそんなにしてないです。わ、こうやって見ると結構みんな見てくれてんだな。まだ発売したばっかなのに、ありがとうございます。本当に見て単独来てくれれば一番いいですよね、タイムリーに。今日の60でお酒飲みそうって言われてた。そうなんですよ。今日は企画が養成女性、松竹芸能のタレントスクールに入った子たちに、僕たちの宣材写真を見して、この人のイメージみたいなやつのランキングやってて、前々言ってたんですけど、お酒飲みそうで結構票が入ってたんですよ。まあ、宣材写真だけだったらな、それわかんないもんな。
あ、岡崎さん、そっか、岡崎さん、どうだったんだろう。僕、ちょっとまだ、得点差とかも見てないので、面白かったこと。ライブの時にね、ライブの時に流れてるのを、ほんと、着替えながらとか、着替え終わって袖からちょろっと、真横ぐらいから見てたんで、どんな感じかあれだったんですけど、面白い感じだったらいいな。岡崎さん頑張ってくれたからな。人探し、相田さんか。相田さんのネタで帽子の中にボール入れてます。柔らかい、なんかちっちゃい変な帽子、ボール入れてやってます。DVD 見たいな。もらった。もらわないとな。DVD プレイヤーかな、まず。うん。今日は iPhone はラジオ状態。そっか、映像が見えないのか。岡崎さんとネタやってた本間さんもマネージャーなんですか？そうそうそう、担当違いますけど、本間さんもマネージャーさんですよ。あ、そっか、岡崎さん、昨日のユースト、僕らがめちゃ夜に行った後、そっか、ユーストリームも終わらせなきゃいけないんだもんね。そこ岡崎さんにやってくれてたんだ。どうです、あそこに映った人が DVD にも出てるので、見てみてください。すごいね、そんなすごいね、無双かな。いつもこんな感じの気がするけどな。昨日人間ポンプ大丈夫でしたか？うん、できなかったんですよ、僕。DVD も頼んでくれてるけど、まだ届いてない人とかもいるのか。DVD プレイヤーね、今家にないんですよ。今っていうかずっと僕持ってなくて。で、プレステ2をね、前にもらって、それで見れるっぽいんですけど、繋いでないから、まだ。片山さんも言ってたの、片山さんちも、なんか、ハードディスクレコーダーとか、プレステとかあるんだけど、片山さんも結構アナログらしくて、まだなんか繋げてないって言ってた。粘土はやらないんですか？粘土を今引っ越してきてね、ちょっと、なんかどっかの箱に入れてるんですけど、まだ開けてないから、粘土がどこにあるかわかんないんです。誰かの、あ、外かな？今窓開けてるから、暑くて。金子基本眠そう。基本眠そうかな。もういいか。
ってことは自分の出る番組も見ないタイプ。あ、でも生じゃない、あのリアルタイムで見れるときは見てますよ。この間のバチバチも片山さんとうちで見たし、録画してもらったやつとかは事務所で見るか人の家に持ってて見るかとか見てはいますよ。なるほど。DVD をこれ前も聞いた気がする。DVD を Amazon で買うと、安い。そうです。安いそうです。なんか前聞いたら、あれもそうらしい。お水も、なんかペットボトルのやつとか、箱とかでね、なんか Amazon で買ったらむっちゃ安いんですって。この前大学で後ろシティファンの人と友達に、すげえ同じ学校に2人いるとかすごいな。アミカンショートヘアの DVD は片山さんと一緒に、あ、じゃあ来週そうしてみようかな。光岡家の血縁の DVD はね、光岡家の DVD 何年前だろう、ちょっと前、結構前に出したやつはその時近所だから、光岡の一星くん家で一緒に見てきやす、人間ポンプ松下もすごいけど、その飴を処理するゆきおちゃん恐ろしい。なんかね、昨日のメチュールでイカもお寿司のイカも松下が人間ポンプしてブエってやって、なんかその飴の時は、吐いた飴をゆきおちゃんがすぐ美味しく食べるみたいなやつやったんですけど、イカも食べて、でもそのイカでゆきおちゃん昨日やられてましたよ。すっごい気持ち悪くなってました。あ、バチバチのチンアナゴのコント。チンアナゴとニシキアナゴのコント。そう、この間撮ったばっかりなの。ありがとうございます。うん。河野とね、プリマの河野と。河野と二人でコントやったの初めてだな。うん。野村とあのゆるキャラのコントを一緒にやってて、そうで河野とこの間初めて一緒に二人きりは初めてやな絶対。あと誰、それ案外やってない人いるかもな。ゆきおちゃんともなんかやった記憶あんまないしな。志麻さんもあんま一緒にやってる気しないんだな。まあでもこれから新メンバーも入ったりなので、また新しいコントも見れると思うので楽しみにしてください。あ、なるほどね。 Amazon は安いけどその分他でやってるような特典がない。うん、でも DVD 見るだけなら、うん、そっか、そういうのがいろいろあるんだね。タワーレコードで買ったら、なんかその、イベントとか、あるってことか。でも、アマゾンで買うと安い。うん。あ、お母さんが、キコ先輩と、このもっちゃんのやつ。へぇ、嬉しいな。いろんな年代の人が見てくれてる。DVD 見ながら配信って、でも見てたら何も喋れないかな。
ネタ作りは喫茶店でですか？カフェかな？最近ね、なんだろう、劇場の空き時間とかでやってますけどね。喫茶店も行きますけど。あ、時を走る少年も見ていただいてありがとうございます。そうね、結構もういろんなコントやってるんだよな。むっちゃ覚えて、一番最初に撮ったのが、バチバチエレキシル始めて、一番最初のコントを撮る日の、一番最初に撮ったのは多分彦先輩と熊本ちゃんと気がする。野村と二人でむっちゃ浅く行って、白と黒に塗り合って、塗り合ってというか、僕らに塗ってないですけど、塗ってもらって、でやったんだよな。わ、すごい。そういえば今、くまモンが、本物かな？本物のくまモンが、ヒコニャンとのツーショット写真をツイッターで上げているらしいですよ。すごい。自分の DVD を見るってどんな気分なんでしょう。ああ、どんな気分なんだろう。確かにね。ミュージシャンの人とかどうなんだろうね。自分の曲が街中とかに流れてるとか。どんな気分なんだろう。それに近いのかな。なんか、編集の段階とかでは見るんですけど、完全に出来上がるとそんなに見ないというか。恥ずかしい。明日はあの30歳の高校生がすごくリアルで好き。あ、あの河野の顔落ちのあのネタか。あの河野はすっごい面白い。まだ見てない人いたらちょっとぜひ、あ、か、録画した人、もう一回見てほしいですけど、河野の顔が本当に最高に面白いんで、ちょっと、もう一回見てください。時をパシる少年の時、青のカラコン入れてます。そう。なんかカラーコンタクトを入れましょうって言われて。なんか、僕カラーコンタクトって初めて入れたんですけど、当たり前なのかな？青く見えるのかな？ちょっと青く見えるのかと思ったら、こっち側からは、金子側からは、普通。なんかあんまり違和感なかった。なんかちょっと未来から来た変な感じ出すためになんかカラーコンタクトまでわざわざ用意してくれたんです。昨日いとこと DVD 見せたらこんなに深くて面白いネタを考える後ろしていて頭いいねって言ってました。こんな最高だった。はい。あ、河野が真顔の時笑い声が聞こえてる。あの、出てないコントの時も、あ、時間空いてたら、あの、スタジオの中にはいて、見てるんですよ。モニターで。結構近いところで。で、あの河野の顔の時はもうめっちゃ笑っちゃったな。なんか、時間がばらつくと、誰も見てない時にコントやったりするんですけど、みんないる時にやってると、めっちゃ面白いですよ。誰かがちょっと噛んで止まってる。何回も同じとこやり直すみたいな時とか。すっごい面白い。誰だったか、誰かが何回も噛んでたんだよな。何のコントだったかな。あ、コーノな気、それもコーノな気がするな。プリマのコーノがむっちゃ噛んでたみたいな時あったんだよな。カラーコンタクト痛そう。ちょっと変な感じはありますけど。でもちょっとの間だけだから、そんなにかな。登場シーン痛くなかったですか？
登場シーン、なんか、あの、壊れる、見てない人はあれですけど、壊れる扉みたいな、なんかあんま痛くないって、すごいスタッフさんに言ってもらって、でも、壊れちゃうから一回しかでき、本番一回で成功させなきゃいけないんで、ちょっと何回か角度とか練習しましょうみたいな。で、何回か練習してて、で、本番痛くないから大丈夫ですって言われたんですけど、ちょっと痛かったですね。ちょっと結構痛かった。こうのすごい、よく笑わないでいられる。まあまあ。でもなんか、後半みんなが笑いすぎて、3本目ぐらいの時もちょっと笑っちゃってたんです。コントの NG 集とか。でも NG は本当に NG だと思うんだよな、多分。単純に失敗してるから。NG 集までいかないですけど、その、放送終了後の特典映像とか、ホームページで未公開動画みたいなのでちょこちょこ多分見れたりもするのかな、そのうち。死んなこと何これ、カラーコンタクトって危ないから気をつけてください、色が瞳に映っちゃうことあるらしい。へー、じゃあずっとつけてたら青くなるってこと、そんなことあんの、危ないのかな、でもそれは。青くなるぐらいだったら別にな。あ、ニャンウィザミッションかな、もしかしたら。ニャンウィザミッションむっちゃやり直してたのかな。あの、ユキオちゃんとシマさんの動きが合わないみたいな。確かにあれもやり直してたな。ニャンウィズが失敗多いイメージ。人数増えるとやっぱミス多くなっちゃう気がするな。浜口コントサークルがまさにそれです。人数多いコントとかやっぱ失敗するのすっごい多い気がする。失敗っていうかなんか変な感じになるとき多い気がするもんな。それも含めですけど。あ、単独 DVD 見て収録1回なのによく失敗しないねって褒めてました。ありがとうございます。まあ失敗もしてるんですけど、いっぱいしてるんですけど、失敗してないみたいな、よく言うんですけど、僕ら失敗してないみたいな顔してるだけで、全然失敗してるんですけど、よく。なんか失敗した感じを出さないっていうだけで。怒られないように。ニャンウィザミッション、響きがかわいい。本当は、ワンウィザミッションかな。元があんまりわかんないですけど。嶋佐、性格がつかめない。そっか。そうかな。そうなんだ、浜崎あゆみさんは瞳がブルーなのはカラーコンタクトはしてなくて長年つけてたら映っちゃった。今青いんだ。じゃあ浜崎あゆみの目が何色か全然分かんなかったけど、荒引き団で NG じゃないけどボール取れちゃったのもありました。ああ、これね、放送見てないんですよ。撮れてたのかな？なんか何回か撮り直してたから、結構前のね、荒引き団のやつ。あの時ボール撮れてんのか、俺たち。あ、本当は、マンウィズ・ア・ウィッション？
ウィッションって何？マン・ウィズ・ア・ウィッション。うん。へぇ。あ、でも職場が眼科の人がいてるんで、これ本当っぽいですよ。目に映るっていう。失敗がバレない。やっぱバレてもいるんですけどね、全然。うん。いや、結構やっぱ失敗はしますよ、いっぱい。なんか。変なとこにいるとか。そっか、見てたらあんま気づかないのか。そりゃそうだな。正解みんな知らないもんな。うん。今日が4日だから、この間、なすなかさんとかね、と、特番に出させていただいて、放送が近いんですよ。あ、でもまだ先だ。来週月曜日、7月8日月曜日の11時58分から、TBS で、全人類を笑わせろ、爆笑録音という番組に、出させていただいてます。正直から僕らとなすなかさんが、出てますので、よかったら、見てください。が、それが来週と、あとは、明日の夜が、ゴーオスカルがあるのと、あとなんだっけ。明日は違って、あれ、そんなとこかな、とりあえず。多分そんなとこです、多分。お、屋敷はちょっぴり怖いイメージ。そっか。あんま怖い人っていないんだけどな。明日はぐらいじゃないですか、怖いのは。うん。ま、来週もですね、そのバチバチとか、ポンとか、ゴーオスカルとか、毎週やってますし、プラス、ロックオン。も見てください。よかったら。どんな感じになってるのかわからないですけど。他はね、ウエストランドとかもいましたね。まあ、その他はちょっと見てのお楽しみということで。はい。ぜひ、番組のね、なんか感じがすごい面白い。なんか、珍しい感じだったので、ちょっと、よかったら見てもらえたらなと思います。あ、ごめんなさい。関西は全然違う番組？その時間。ちょっとわかんないです。関東だけなのかな。ちょっとまだ詳しいことちょっとわからないんですけども。はい。うん。はい。ぜひその辺見てください。で、あとは、ライブは近々ないのか。そっか、もう単独ライブまでそんなにライブないのか、新成塾ぐらいかな。だと思うんですけども、まあ、テレビとか、いろいろちょっと見ていただけたらなと思ってます。あとは、やっぱ DVD。うん。アメリカンショートヘア買ったよっていう方、面白かったら、街のコンテさんとカフェと喫茶店もですね、2枚出てますんで、よかったら、見てみてください。うん。そんな感じかな。はい。そのところで、今日はですね、一人でお送りしましたが、さっきも言ってましたけど、来週とか、今度一人の木曜日の時ですね、ご近所の片山さんに来てもらえたら、一緒になんかちょっとやってみたいと思うので、また、あ、もちろんバチバチのメンバーもね、来れる時は一緒にやったりしたいと思ってます。ので、また、明日見てください。明日は普通に二人でまたやりますので、よろしくお願いします。以上、後ろシティの話シティでした。おやすみなさい。バイバイ。